こんにちは、まちろです。先日ですね、新宿のディスクユニオンに行って、この西城秀樹さんのねアルバムを買ってきましたよっていう話をしたんですが、その時ですね、ちょうどレコードプレイヤーが壊れてて、これずっと聞いてなかったんですよね。でも最近、レコードプレイヤーを新調したので、これからこのアルバム、ブーツを脱いで朝食を、聞いてみたいと思います。私のチャンネルには西城秀樹さんのファンの方々が、たくさん登録してくださってるから、まあこのアルバムは、もうね、何のことはない馴染みの定番アルバムっていうことだと思うんですけど、皆さんが、当時このアルバムを初めて手にした時の感動っていうのを、私は2022年の今、味わいたいと思います。まずこのジャケットね、かっこいいですよね。この裏もね、この黒ずくめにマフラーっていうとね、この頃ね、まだ小学生だったんで、これを見てね、仮面ライダーとかサイボーグ009とかね、そういうのをねイメージしちゃって、まあ男のかっこいいファッションっていうとね、私の中ではこの西城秀樹さんでした。で、何の曲だか忘れちゃったんですけど、遥かなる恋人へだったかな。あの歌番組でね、西城秀樹さんが真っ白の、スーツっていうんですかね、なんかそんなのを着たのを見て、すっごく憧れちゃって、でうちのお母さんに白いズボン買ってって言ってね、あの近所のダイエーに行って、買ってもらったんです。その時はですね、ジーンズの半ズボンとかね、そんなのばっかり履いてたんで、この白いズボンを初めて履いた時に、なんか自分が西城秀樹さんになった気分になって、写真撮ってもらったんですよね。はい、じゃあまだこのレコードね、この封すら開けてないんで、この中ねちょっと見てみますね。あ、その前にここにね、西城秀樹久々のニューオリジナルアルバムって書いてあるんですけど、この久々のね、これがね、見えますかね、古めかしいですよね。長い愚かと思っちゃいましたけどね。このアルバムは1978年2月の25日発売ということで、その前はですね、1977年7月25日発売の、我が青春の北壁っていうね、ミュージカルをライブ録音したものなので、まあ、純粋なオリジナルアルバムっていうと、その前の1976年11月25日発売の若き獅子たちなので、まあ実に1年数ヶ月ぶりのアルバムっていうことなんで、まあここに書いてある通り久々っていうことですね。まあ当時のアイドルっていうのはアルバムを年に2枚ぐらい出してたから、ファンにとっては首を長くして待ってたアルバムだと思います。ちょっと関係ないんですけど、当時私が大好きだったアイドルが、秀樹の妹、河合直子さんで、河合直子さんがデビューの、5周年に突入したっていうことで、1984年に、それを記念してオリジナルアルバムが3枚、ベストが1枚、シングル4枚出して、まあね、全部買ったんですけど、まあ金銭的にね、すごく大変でしたね。はい、じゃあちょっとこれ開けてみますね。はい、まず歌詞カードが出てきました。歌詞カードはね、シンプルに文字だけですね。で、これ特典ポートレート付きって書いてあって、これ中古で買ったんですけどね、まあその注意書きに、ポートレートもねちゃんと付いてますよって書いてあったんで、ちゃんと入ってると思いますけど、こう2枚入ってますね。1枚はこれ、もうめっちゃかっこいいですね。ロックですね。首のとこにもね、こんななんかくさびっていうんですかね、これが入ってて、でもう1枚を、これはすごい、バイクに乗ってますね。バイクにもね、やっぱり憧れちゃいますよね。こういうファッションがね、似合うから。で、レコードですね。これはシンプルですね。特にピクチャーレーベルとかそういうんじゃありません。はい、ということでですね。じゃあこれね、早速聞いてみます。聞きながら、この歌詞カードをね、ちゃんと見て、じっくり聞きます。じゃあちょっと場所を移動します。はい、ということで全部聞き終わりました。これね、初めて聞いた感想を話してみたいと思います。まず収録曲はこんな感じです。 A 面 B 面ともにシングル曲からスタートするっていうことで、どちらの面も針を落とした瞬間、勢いがあって熱くなりました。ブーツを脱いで朝食 O の B 面の青春、ボタン外せの B 面の悪魔のように愛したいも入ってます。で、 A 面はですね、打て、ノー、真実、まあ、こんな感じで2文字のタイトルが続いてますけど、てっきりねシングル曲以外は2文字で揃えるっていうね、そういうコンセプトなのかなと思ったんですけど、まあ別にね、そういうことでもないですね。
で A 面1曲目の、私の大好きなブーツを脱いで朝食を、まあ、小学校の時ね、ライターを使って振り真似した口なんで、まあ、やっぱサビになるとね、手がねこう動いちゃいますよね。でこのイントロがね、ギターでタカタタカタタンっていうね、あれがかっこよくて、でそういうなんかおしゃれなね、感じかと思いきや、歌に入る直前がね、じゃじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃんってなってね、ここがねちょっと歌謡曲調っていうか、でこの曲で、私が一番好きなフレーズが、愛するために騙し合うのは予想のところで、チャラララランとこうバイオリンが入るんですよね。この短いフレーズなんですけど、これがねなんかすごく哀愁の旋律で、たまらなく好きです。で2曲目の走れ、マイナーのバラードから始まって、サビはメジャーになって、また終わりはマイナー、そしてまたメジャーになってっていう感じで、1曲の中で曲の雰囲気がこうコロコロ変わるんですね。こういうのはこの頃の、歌謡曲によく見られた手法で、楽曲がドラマチックに聞こえるんですね。まあ、秀樹さんの激しく喉を震わせたりとか、囁くように歌ったり、それとちょっとかすれた声で歌うとかね、こういう情熱的な秀樹さんの歌唱のせいで、アレンジャーが意図した以上に、ドラマティックに聞こえます。で3曲目の打て、これはねイントロが始まった瞬間、おお意外っていう風に思いました。まあ、タイトルからしてね、激しいロックだと思ったんですが、なんか軽快なシティポップ風で、真っ先にですね木杉隆雄さんのアルバムなんかがね、頭に浮かんできました。70年代の秀樹さんって、ザ・歌謡曲っていう、こう歌謡曲の王道っていうね、イメージが強く残ってるんですけど、まあこの曲を聴いて、新たな一面を見た気がしました。で4曲目の No、これはおしゃれでアダルトな雰囲気のあるミドルテンポの曲です。途中で静かになったりと、曲に緩急をつけて、プチドラマティックっていうんですかね、そんなアレンジになってました。で A 面最後は真実、これはメジャー調のバラードで、まあ、秀樹さんがねバラードを歌うと、勢いがねすごいんで、まあ、どのバラードを聴いてもスケールのこうデカさっていうんですかね、そういうのを感じます。で B 面の1曲目ボタンを外せ、これはもうロックですよね。外せっていうこの命令調のタイトルに男気を感じるっていうか、でこのサビのライドシンバルがかっこいいですね。カンカンカンっていうこの生々しい音がね。で2曲目の青年、これはブーツを脱いで朝食をの B 面なんですが、愛に走れ同様に、壮大なバラードです。イントロがねなんか曲の感想みたいに長くて、一体どんな曲になるんだろうってこう聴き手を惑わせるアレンジが面白いですね。まあこういった壮大なバラードはその後のブルースカイブルーにつながっていったんじゃないのかなと思います。で3曲目真夜中のピエロ、これはこれまでの秀樹さんのイメージを、一番踏襲したマイナー調の歌謡曲っていう感じで、特にサビのフレーズがかっこよくて、耳に残ります。で4曲目忘れかけた愛をもう一度、イントロで一瞬バラードかと思ったんですけど、そうじゃなくてですね、まあバラードっぽいんですけどロックのバラードっていうか、激しい愛が壊れて、こんな感じで始まって、でサビがね歌謡曲みたいにメロディーとかコードをぐるぐる展開しないで、あなたは一人で、一人で何を、こんな感じでね、やっぱり洋楽ロックのバラードっていう感じですね。で5曲目悪魔のように愛したい、これはボタン外せの B 面なんですけど、悪魔愛するっていう言葉から、なんか傷だらけのローラみたいな、劇場型ロックバラードかと思ったんですが、まあ、ちょっと違くて、さっきのね、4曲目と似たような雰囲気がありながら、こっちはサビに向かってリズムとか曲調が展開していくっていう、まあ、歌謡曲的な雰囲気があります。はい、じゃあアルバム全体を通しての感想なんですけど、まず歌詞ですね、10曲中8曲を阿久悠さんが、書いてるんですけど、内容はですね男が語る恋愛っていう感じで、まあ、当時男っていうのはこういうものなんだなっていうのをね、秀樹さんのこの歌詞から勉強させてもらったような気がします。でまあこの阿久悠さんっていうのはピンクレディみたいな摩訶不思議な世界を書いたり、まあ変幻自在なんですけど、
こういう西城秀樹さんなんかにはね、西城秀樹っていうこの人をドラマの主人公にして、でシングルやアルバムを出すことに、この主人公を成長させて少年から青年へ、そして大人へっていう風に、だから阿久悠さんのこの歌詞っていうのは、歌手が人間的に成長していく過程をイメージづけるのに、すっごくね大きな役割を担っていたんじゃないのかなと思います。このアルバムの歌詞を見てもですね、ブーツを脱いで朝食を、まあ、これに代表されるように、あの情熱的な愛っていうよりは、よりリアルな愛にスポットを当てていて、こういうところからアイドルから大人の歌手へ変化させるぞっていう、まあ、秀樹さんを囲む制作陣の意図が見て取れます。ブーツを脱いで朝食をのアダルトでおしゃれな曲調、ウテのニューミュージック風な曲、ボタンを外せ忘れかけた愛をもう一度の、ロック調っていうか調じゃなくてもう完全なロックを目指してる感じですね。まあこのシングルのボタンを外せブーツを脱いで朝食をが出た頃、1977年78年は、新御三家の一人郷ひろみさんは、お化けのロックリンゴ殺人事件とかで、新たな一面を見せて人気があったし、あと沢田研二さんなんかはね、シングルを出すごとに大幅にコンセプトを変えて、まるで一人サーカスみたいな感じでね、これまた人気があったし、まあこの頃の音楽の一番の変化っていうのは、ニューミュージックの台頭で、ちょうどザ・ベスト10が始まった時ですね。まあこういうね新しいニューミュージックサウンドを聞いて、新鮮でね刺激的で興奮しましたけどね。まあ、ニューミュージックっていうのは、これまでの歌謡曲とは違ったおしゃれな雰囲気があって、職業作家が作るのとは違った、心地よい違和感があるっていうかね、まあ、あと世良政則&ツイストみたいな、骨太ロックがメジャーになったりで、もう従来の歌謡曲は終焉を迎えようとしている時期でもありました。まあ、ザ・ベスト10で、秀樹さんのブーツを脱いで朝食を、1位を取ったりしてましたけど、こういう時代の音楽の変化を目の当たりにして秀樹さんはね、羨望の眼差しっていうか、このままじゃいけないっていうね、そういう気持ちもね、どっかにねあったんじゃないのかなっていう気がします。まあ秀樹さんみたいなね、歌手だけじゃなくて、従来の歌謡曲を作ってきた職業作家さんたちも、そんな焦りみたいのが、あったんじゃないでしょうかね。はい、ということでアルバムレビューからどんどん話が逸れていきそうなんで、この辺にしときます。ブーツを脱いで朝食をが私大好きなんでこのアルバムを買ったんですけど、イメージ通りの最高のアルバムでした。またね、あの秀樹さんのアルバム見つけたら、どんどん買って、こんな感じでレビューしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。